どうも、バッキーです。さあ、今日はですね、仕事で恵比寿の方にやってきておりまして、恵比寿といえばですね、やはり有名なラーメン屋さんがありましてですね、ラーメンアフリにやってきました。もう一つ一つスープ、麺、具材全てにこだわりがありまして、でラーメン、つけ麺、まあ、いろいろ種類はあるんですけれども、やはり看板メニューはゆず塩ラーメン。さっぱりとした味わいに透明感のあるスープで美味しいねラーメンをアフリさんはね提供してるんですけれども、ラーメンアフリさんでゆず塩ラーメン食べていきたいと思います。そしたらですね、アフリさんのゆず塩ラーメン食べてきました。スープがもううますぎて、ちょっとね会員控えてましたけど、最近飲まざるを得ないなといった感じでしたね。細麺の麺のねコシと、あとみじん切りされたメンマのねシャキシャキ感、あと水菜とね、もうほんとね歯ごたえもね楽しめて、で炙りチャーシューがねまたねいい感じにね香ばしくて麺が進みましたね。であとあの味玉もねかなりあれクオリティ高くて、あの味玉をおかずにね結構な量のご飯食べれるんじゃないかってくらい本当ね美味しかったですね。でラーメンアフリは、ここの恵比寿以外にもですね、原宿だったり中目黒とかね他にも数店舗ありますんで、ぜひですね究極の一杯、もうクオリティの高いね本当に美味しいラーメンいただけるん でこちらのラーメンアフリさん食べに来てみてはいかがでしょうか。以上、ワッキーでした。